X10、X10 はホームオートメーションでの危機間通信に関する国際オープン工業企画である。屋内の電力配線を使って制御信号を送る電力線搬送通信参照。また、電波による通信も定義されている。X10 は1975年、スコットランドグレンロサスにあるピコエレクトロニクス社が 家電製品の遠隔制御のために開発した、ホームオートメーション技術としては最も古くからあり、現在でも欧米を中心に利用されている。より対域幅の広い代替規格として、KNX、インスタイン、バクネット、ロンワークスなどが登場しているが、X10 は家庭用としては最も広く利用されている。屋内の電力配線が、 X10 機器間のデジタルデータ送信に使われる。このデジタルデータは 120kHz の搬送波で符号化され、50、60Hz の交流波形がゼロ近辺にある時にバースと転送される。交流波形が1回ゼロ近辺にある時に1ビットの情報が転送される。データの中身はアドレスと命令であり、コントローラーから制御対象機器に送られる。 中にはクエリをコントローラから送って機器がそれに応答して状態を返すものもある。この場合の状態とは電源の ON、オフのような単純なものや照明などの明るさのレベル、温度などのセンサの読み取り値などがある。なお、アメリカでは照明として白熱電球の方が一般的で超高機で明るさを調節するようになっていることが多い。半の周波数は 比較的高いため、変圧器などを通過できない。また、電圧波形がゼロ点を通過するときにデータを送るようになっているため、参照交流などではうまく同期できない。X10 の制御信号がリンカの家電製品に伝わってしまうのは好ましくない。ため、コイルを使ったフィルタ回路で減衰させて、X10 信号が屋外に出ないように、あるいは屋外から入ってこないようにすことがある。 X10 制御プロトコルのパケットは4ビットのハウスコード、4ビットのユニットコード、4ビットのコマンドで構成される。ハウスコードは一般に A から P の1文字で表され、ユニットコードは1から16の数で表される。正確にはユニットコードとコマンドは5ビットであり、うち1ビットでどちらであるかを示す。つまりユニットコードは省略可能でもあり、また、 複数のユニットコードを列挙することも可能。システムインストールとき、各制御対象機器に256種類のアドレスを割り当てる16種類のハウスコード16種類のユニットコード。これにより、各機器は自分のアドレスが付いた制御パーケットのみを受け付けるようになる。メッセージは例えば、ハウスコードは A、ユニットは3。 電源 ON せよという内容であれば、アドレス A3 の機器が電源を ON にする。ユニットコードを複数並べて指定し、同じコマンドをそれら機器で同時に実行させることもできる。例えば、ハウスコードは A、ユニットは3、ユニットは5、ユニットは4、電源 ON せよというメッセージを送信すれば、A3、A4、A5 のすべてが同時に電源 ON となる。 もちろん、ハウスコードを一つの家庭内で使い分けることも可能であり、例えば部屋ごとにハウスコードを設定すれば、部屋単位での操作が可能となる。プロトコルの完全な説明はこちらにある、英文。60Hz の交流電源では、電圧波形がゼロと交差する、ポイント、位相が0度の時点だが、それを含む200ミュー秒の期間で 120kHz の、 バーストを1ミリ秒間乗せることで位置を表現し、直後にパルスのない期間を設ける。例を表す場合は逆にゼロ交差ポイントでパルスのない期間を設け、その直後にパルスを乗せる。さらに確実性を増すため、メッセージは常に2回送信される。ライン制御なども考慮するとデータ転送レートは約20ビット毎秒となる。このように X10 は 非常に低速であるため、機器の電源を終えぬ、オフなどの非常に簡単な制御だけを行うようになっている。メッセージ、パケットの開始を示すため、データフレームの前には必ずスタート、コードと呼ばれるパルス列、パルス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 なし、すなわち1110が送られる。その直後にレターコード、ハウスコードが送られ、ファンクションコードが送られる。ファンクションコードは、 ユニットコードを指定する場合とコマンドを指定する場合があり、最後のビットが0ならば、ユニットコード1ならば、コマンドを表す。スタートコード、レターコード、ファンクションコードの列が、X10 のフレームであり、データパケットの最小単位となる。メッセージは常に2回送られ、ノイズによって受信できない場合に対処している。アドレスから、アドレス、アドレスから、コマンド、 コマンドからコマンドへと移る際、データフレームは6個の0、0000 000で明確に分離される。これにより、受信側デコーダーのシフトレジスタがリセットされる。ワイヤレスのコントローラ、遠隔スイッチなどのために、無線プロトコルも定義されている。アメリカ合衆国では 310MHz、ヨーロッパでは 433MHz が使われる。 無線で使われるプロトコルも電力線とほぼ同じである。受信機は無線のパケットを電力線のパケットに変換するブリッジとして働く。無線プロトコルを使う機器としては次のようなものがある。制御対象に対応して様々なモジュールが利用される。白熱電球の場合、ランプモジュールやウォールスイッチがある。トライアックという半導体スイッチが使われており、一般に 調光機能を備えていることが多い。接続可能な電球は500ワット程度までである。その他の制御対象、蛍光灯、HID ランプ、その他家電製品では、ランプモデュールと同じ仕組みは使えず、アプライアンスモデュールが使われる。この場合、リレーを使って電源を制御する。アメリカでは、接続可能な負荷は、最大でも15アンペア程度までである。 いずれの場合もローカル制御が可能となっていることが多い。つまり、モジュールのスイッチがオフになっているとき、制御対象機器や電球のスイッチを ON にすると、自動的にモジュールの電源も N になる。この場合、手近の機器の電源を入れるのに、X10 コントローラのところまで行くという手間が省ける。ウォールスイッチの場合、ローカル調光が可能なものもある。通常、 ボタンを押すことで電源 ON OFF となるがローカル調光が可能な場合ボタンを押し続けることで明るさの調節ができるサイクックに明るさが変化する。中にはカスタマイズやプログラムが可能なモジュールやコントローラとしての機能も持つコマンドを送信できるものもある。X10 コントローラは単純なものから高機能なものまで様々である。 最も単純なコントローラは、連続したアドレスの X10 機器、1から4、または5から8だけを制御する。この場合、次のようなボタンがある。より宣伝されたコントローラでは、制御対象が多いのは、もちろんのこと、タイマ機能を持っていて、設定した時間に設定したコマンド、群を実施することができる。赤外線で動きを検出して、他の機器の電源を終えぬ。 オフを制御したり、フォトレジスタで外界の明るさを検知して、他の機器の ON、オフをするといったものもある。完全にプログラム可能なコントローラや、コンピュータに接続して、コンピュータから制御可能なコントローラもある。北、アメリカでは、単相3線式120、120V、240V が一般的だが、X10 の信号が急激に減衰してしまう場合がある。 120V の機器はどちらか一方の電圧線に接続されるが、両方の電圧線に X10 信号が届くには、途中で変圧器を通らなければならない。しかし、X10 信号は変圧器を通して電波することは期待できない。特に 240V のストーブやドライヤーといった機器を ON オフした時に状態が変化して信号が途切れる、それらの機器が ON 状態の時、二つの電圧線の間の低インピーダンスブリッジとして働く。これに対処するには、二つの電圧線の間にコンデンサを接続して、X10 信号がそこを通るようにすればよい。参照交流の場合も似たような対処が必要になる。漏電遮断器によって、X10 信号が減衰することもある。また、ノイズを X10 データフレームと誤認して、 機器の電源が不意に ON オフされることがある。ノイズフィルタでノイズを除去できる可能性はあるが、X10 に対応していないノイズフィルタでは、X10 信号も除去されてしまう。また、コンピュータなどの電源回路ではコンデンサで2本の線がつながっていることがあり、X10 信号がそこで折り返してしまって、そこから先の機器に届かないことがある。 コントローラが複数ある場合、それらが同時に送信すると衝突が発生し、受信側がデコードできなくなる。X10 プロトコルは低速である。1回のコマンド送信に4分の3秒ほどかかる。そのため、コンピュータで制御する場合などに、その遅延時間を考慮する必要がある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。